今日のお話は山梨県、キャンプ場女児失踪事件再考ということで、紫の丸は、女児の友達で、黄色の丸が女児で、で、水色はお母さんですね。で、先におやつを食べ終わった友達たちが、9人が川遊びを始めた場所がおそらくその辺りだと思われます。で、後になって、女児がですね、この橋を渡って、橋渡った先に小道があるんですね。林道が通ってますんで、その小道を入って、おそらく川遊びの場所に近づいたはずなんですよね。ところが、この道をもう一回戻って、橋を渡って、で、駐車場ですね。母親のいる駐車場を通過して、で、あれですね、山道がある登山道に入っていった結果、あそこで亡くなったんじゃないのかっていうことが今のところの現状ですよね。こっちに2万5000分の1の地図で見ますと、橋を渡って、で、林道沿いの道は多分行ったはずなんですよ。遊びに行ってる方向は見てたはずですからね。ところが、川の近くまで行ったのにもかかわらず、もう一回戻って行ったんですね。多分あの時点で声聞こえてたはずなんですよ。もし本当に行ってたらね、川遊びしてる友達の声が聞こえたはずなんですよ。子供の声って大きいですから。ところが、それを無視して、このように林道を迂回してですね、で、ここから、登山道ですね。登山道を、まあ、林道でしょうけどね、林業用の。ここを登っていって、おそらく谷の方に迷い込んで、お亡くなりになったっていうのがですね、まあ、事件性がない場合はそういうことですね。あるいは、もう一つの可能性としては、林道沿いをそのまま道なりに歩き続けて、そして谷を突然登り出して、お亡くなりになったっていう、両方ですね。で、私は前も言いましたように、この橋を渡った先で事件に巻き込まれたんじゃないのかなというふうに感じますね。橋を渡ってきたジョージが、この細い林道の小道に入っていたところをですね、おそらく私はここで第三者の介入があったんじゃないのかなというふうに感じるんですね。この林道のこんな小道ですよ。こういうところ、女の子一人で入っていってますんで、多分声出してもね、多分ね、川遊びしてる声のキャーキャー叫んでる声とね、重なってかき消されてね、気づかれなかったんじゃないのかと思うんですね。もちろん立体的な地図で見たらわかるんですけど、おそらくもう声絶対聞こえてるはずなんですよ。子供の声が、遊んでる声が。それを気づかずに友達がいないってことで戻っていって、駐車場を過ぎて、で、このキャンプ場の中にある林道を歩き続けてですよ。ずっとずっと歩いてですね。そして、突然ここから登山道に入っていってですね、仮に行ったとしても、この時点でもう20分ぐらい経ってると思うんですよ。だから当然探し出して、親たちが声を上げて探してる声がですね、多分聞こえてたはずなんですよ。山の中って声が響きますんで、その声が徐々に届いてたはずなのに、それを無視して山を登っていくってことは、ちょっと考えづらいですよね。なので、おそらくこの、まあ、結局、橋を渡った先にある廃屋と駐車場ですね。車がたくさん止めれる駐車場になってるでしょう。おそらくそこに私は犯人がいたんじゃないのかなと。物色してる犯人が車を停車して見てたんじゃないのかなと。この駐車場側からこの小道の林道っていうのは一望できる状態になってるんですね。その駐車場側の方が小高いですから、見下ろせる形になってるんですよね。おそらく犯人はそっちから駐車、林道の小道をずっと眺めてたんだと思うんですよ。で、この、女児が一人で入っていたところをですね、おそらく事件に巻き込まれたっていうのがですね、多分真相なんじゃないのかって。この小道があるところとですね、で、この駐車場側っていうのは、ちょうどちょっと、母親たちがいる駐車場側とはですね、まあ、ちょっと、木々が生い茂ったり、ちょっとした段差になってて見えないようになってるんで、だから今はちょっと臭かったりなんかしてるっていうふうに地元の人も言ってましたけどね。ただそれでもやっぱり死角になって見えないですから、おそらくそれだと、その結局親御さんたちがいなくなって気づいて、十数分間の間にもう全く発見できなくなって、声も届かないところに行ってしまったっていうのは、おそらくここで、林道に入ったところで、子供たちがいる林道に川に近づいたところで事件に巻き込まれてますね。人気が全くない藪の中ですからね、木々が生い茂った。まあ、多分そこで事件に巻き込まれたというのが私は真相だと思いますね。今回はそういうお話でした。ご視聴ありがとうございました。